中国5000年、その歴史の中でひときわ人々の記憶に刻まれ、そして後の世に語り継がれてきた物語がある。紀元3世紀、日本は卑弥呼の時代、中国は魏、蜀、呉、3つの国が互いに覇権を競い合い、荒ぶる勇者たちが戦場を駆け巡っていた。最強武将伝、三国演義。それがささやかな青年の意地の旅でも、風は律儀に話しかけた。人に埋もれて生きるのが嫌に思えて、季節季節に風を待った。いずこへと風が訪ねる、彼方へと風は答える。時間の中無駄遣いしないように、息を荒げきつい目のままで風を持っておいてよ。孫権軍に敗れた劉備は白帝城に入った。離宮で陰鬱に暮らすうちに、劉備は病に侵されていった。陛下、どこで戦いが始まったのだ。そうではございません。あれは日暮れを知らせる太鼓を叩いているのです。天に誓う、生まれた日は違えども、死す時は同じ日、同じ時を願わん。地底関羽、三帝将棋、兄貴、兄上。陛下、上昇に、上昇に慌てばならぬ。上昇がご到着です。諸葛亮、ただいま参りました。上昇、近くに。陛下、私は上昇の助けで皇帝となった。だが忠告を聞かず敗北してしまった。それにもう残された日々は長くない。いいえ、漢王室の復興はこれからですよ、陛下。
上昇。下がっていてくれぬか。御意。馬謖をどう思う？得難い人物です。そう見せているだけのように思えるが、それよりも今日は私の本当の思いを聞いてもらいたい。お伺いしますとも、陛下。上昇の才能をもってすれば国を治め大事を成し遂げることができる。皇太子が好意に足るなら補佐してくれ。その器でないとしたら、その時は上昇が。陛下、私は最後までお仕えいたします。上昇。父上。いいか、生徒へ帰ったら必ず兄上にこう伝えなさい。私が死んだ後は上昇を父と思い、言うことを聞きなさいと。でも父上は死んだりなさらないでしょう。さあ上昇、お父様と呼びなさい。お父様。官の血にまみれようとも御恩にお答えする覚悟です。陛下。艱難辛苦の時を君と共に乗り越えてきたが、今ここで別れることになろうとは。我々の友情は忘れない。どうか子供たちを頼むぞ。陛下、この長雲、命に代えても約束をお守り申し上げます。23年4月、劉備は62歳で世を去った。同年、長男劉禅が生徒において皇帝に即位した。陛下の死が素晴らしいことは以前から存じておりましたが、剣術もこれほど優れておいでとは初めて知りました。文武ともに優れていなければ天下は治められぬ。仰せの通りです。陛下、劉備は病死し、息子の劉禅が皇帝に即位したとの知らせです。そうか。劉備が死んだか。劉禅が足場を固める前に攻撃すれば、職を一挙に平定できますぞ。私も同じ考えだ。だがきっと閣が反対するだろう。昨日も言っていた、劉備が死んだとしてもまだ諸葛亮がいます。決して軽々しく攻撃してはなりませんと。私には攻撃すべき時は来ていると思われます。では諸葛亮の策略にはどう対処するのだ。中原の軍隊だけでは勝算は少のうございます。そこで5つの大部隊を編成し、四方から攻め、諸葛亮を幻惑するのです。だが5つもの大部隊をどうやって編成する？1つは両姓の強族、もう1つは南蛮王孟獲の軍勢。この2つは金銭で動かせます。ふん、奴らは節操がないからな。で、3つ目は？孫権の軍勢です。私の説得を聞くだろうか。職を征服したら領地を半分分けてやると約束すれば必ず聞くでしょう。四つ目は毛達か。はい、毛達は投降してから手柄を立てる機会を待っています。まさにその通りだ。では最後の一部隊は？宗信を対象とし、傭兵館から攻め込みます。よし、気に入った。実行せよ。
陛下、上昇府へ行ってまいりましたが、上昇には会えませんでした。具合が悪く参上できないとのことです。敵がご方向から攻めてきていることを言わなかったのか。申しましたし、こう聞きました。劉備様は上昇に陛下を託された。敵がご方向から来ているのに何をしていると。何と返事したのだ。何も言うことはないと。は、上昇はなぜこの緊急事態に病気になるのだ。劉禅は何度も諸葛亮を呼びに行かせたが、皆門前払いされてしまった。焦った劉禅はついに自ら上昇府へ赴いた。陛下。しついてくるな。私一人で行く。は。父上。陛下。父上、立ってください。ご病気ではなさそうですね。5つもの部隊が攻めてきたというのに、なぜ答えてくださらないのです。4つは私がすでに退けました。あとは孫権だけですが、これも退ける策がございます。まだ誰をやって説得するか決めてはおりませんが。教族は馬長を尊敬しています。そこで聖兵館には馬長を派遣しました。ですから教族兵については心配いりません。猛閣については義援に陽動作戦をさせていますから、軽々しく動かないはずです。さて、陽兵館を守っているのは趙雲将軍です。ここは地形が険しいので、守備を固めていれば総比軍は撤退します。また李元は毛達の友人なので、参戦しないよう手紙を書いてもらいました。では呉へ行って孫権を説得する役は誰にする。当氏です。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。総比が諸区攻略の四軍に我々も加勢するようにと言ってきたが、リクソンは他の四軍の動きを静観すべきだという。なので兵を起こしてはおらぬ。さすがは殿、情報によりますと他の四軍は全て退却したということです。リクソンには先見の命があるな。出兵したらまた諸区に恨まれたであろう。諸区の当主という方がお見えです。ん？諸葛亮は我々と義の仲を裂くつもりだな。ええ、諸葛亮は我々が諸区に攻め込むのを恐れておりますから。我々はどう対処したらよかろうか。大鍋に油を煮立て余計なことを言いに来る者はここへ放り込むぞと言っておやりになればよろしい。ははははは、縮み上がってすぐに帰ることであろう。当主殿、お入りなされ。なぜひざまずいて拝礼せぬ。私は皇帝の特使です。ひざまずいての拝礼はいたしません。お前は歴域の話を知らぬか。他国へ行き口が過ぎて熱した油に入れられた男だ。もちろん知っております。そうか、ならお前も同じようにしてほしいということだな。ゴリは賢者が多いと聞いていましたが、私程度の学者を恐れておいでとは。無礼者、私がお前など怖がると思うか。ではなぜ私の話をお聞きにならないのです。お前の考えはお見通しだ。
諸葛亮に言われて我々と義との仲を裂こうというのであろう。それは誤解です。私は国の利害を解きに参りました。呉の王ともあろうお方がたった一人の使者のために油など沸かして落とすほど度量が狭いとは知りませんでした。当主殿に椅子を。どんな内容ですかな先生、お話しください。孫権様は諸時どちらと同盟を結びたいとお考えで。諸を選びたいが、諸の主はあまりにお若く、信頼するには甚だ不安だ。ご心配には及びません。我が諸には天下の諸葛亮がおります。一方孫権様も天下無双の英雄。もし互いが手を結べば、三国が叶えの足のように並び立つでしょう。もし義と同盟を結んだらどうなる。孫権様は義の臣下となり、王子も人質となることでしょう。もしそれは嫌だと言ったら。義は必ず攻めてきます。そうなれば諸も流れには逆らえませんから、呉を攻撃します。もし私の言うことが間違いならば、説得は失敗です。私は死ぬことにいたします。待て。先生のおっしゃる通りだ。私は諸と同盟を結び、義と戦うぞ。さすがは孫権様。まだ聞きたいことがある。我々が同盟を結び義を滅ぼしたとする、その時は天下を二分するのか。なりません。なぜだ。天に二つの太陽も、国に二人の国王もないのです。では一体誰が皇帝になるのだ。それは孫権様や我らの王龍禅、あるいは他の王子たちが実力でお決めになればよいことです。君は正直でよい。当主は諸葛亮に与えられた使命を果たし、生徒に帰還した。その頃諸の南では南蛮王毛鶴が反乱を起こしていた。南部の住民を守り、後方を固めるため、諸葛亮は反対を押し切り、自ら大軍を率いて毛鶴を征伐すべく出発した。大王、大変です。我が同盟軍は諸葛亮に大敗を喫し投降しました。現在諸葛亮の先鋒が接近しています。何？大王、祝勇夫人の料理を叩くいできません。我ら三道元帥が諸葛亮を生け捕りにしていきます。よし、では祝勇にはお前たちのために祝勝会の用意をさせておくぞ。祝勇夫人、わしらが諸葛亮を生け捕りにしてきたら舞を待ってくださるのか。いいわ。何でも諸葛亮は琴を弾くのがうまいそうだ。ちょうどいい、祝勇の横で伴奏させよう。上昇。馬食か。陛下のご命令により慰労の品を届けに参りました。ご苦労、そこに座りなさい。いいところへ来た。この度の遠征について君の考えを聞きたいのだが。このところ毛鶴は絶えず反抗し、今日鎮圧してもまた明日暴れるという具合です。この状況は我々が早期討伐に向かう妨げになっています。では君はどうすればよいと思う。城を攻めるより心を攻めようです。武器でなく心で戦う。毛鶴を心で服従させれば反乱は起こりません。よくぞ申したな。この件は君に任せよう。ご信任いただき感謝いたします。上昇。
お二人揃って何事ですか。我々を先方に任命されながらなぜ王兵と馬中を猛獲征伐に行かせるのですか。お二人が百戦錬磨だということは承知していますが、何分お年を召されているゆえ不安内な土地での戦いは避けた方が良いかと。上昇は我々ではなく後輩を用いようとされている。こうなったら我々だけで山に入り、敵兵を何人か捕まえて本拠地に連れて行きましょう。我らの力をお見せするのです。お前たちはまだ猛角の言うことを聞き反抗するか。いいえ、私たちは皆ただの農民に過ぎません。金冠三傑に無理やり連れ出されて戦わされているだけなのです。で、その金冠三傑はどこにいる。八郎山です。私たちは様子を探ってくるようにとそこから派遣されてきたのです。お前たち村へ帰りたいか。それはもちろんですよ。家族が待っています。よし、まずは腹いっぱい食え。その後金冠三傑のところへ連れて行け。奴を捕まえたらお前たちに褒美をやる。家に帰って農民に戻るのだ。将軍、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。次回最強武将伝三国演義第41話、南蛮王猛角、いざいか民のために。風に舞う花のように、行く宛てさえ知らないまま、幾千もの時を越えて、一人ゆらりゆらら飛び立ってゆく鳥たちを仰ぎ見ながら、立ち尽くす心はまだ Cloudy Sky、 闇を照らす星は、タカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。